海と日本プロジェクト、リポーターの町田マーチです。青森秋田海山調査団の子どもたちは深浦町の岸壁に到着しました。これから何が始まるのかワクワクしますね。海と日本プロジェクト in 青森県で二手に分かれてもらって、皆さんここでプランクトンネットを引いてもらうんですが、僕たちと一緒に引いてもらいます。いいですか。今回プランクトンを観察するということで、ちょっと興味持ってもらえるかなっていうのはちょっと心配だったんですけど、すごい皆さん興味を持って、しかも協力的にプランクトンネットも引いていただいて、すごい良かったです。多種多様な生き物が実際に取れた。プランクトンを食べに小魚たちが寄ってきているということで、非常に豊かな海だと思います。早朝の深浦漁港に来ています。魚の水揚げの様子を見学していますよ。今日も大量ですね。なんかこれは柔らかい。これがブリの小さいやつ。これがだんだん大きくなって、これ大きくなってブリって言います。換気しても絶対壊れない。ありがとうございました。青森県水産振興課の加藤さんです。加藤さん、どうぞよろしくお願いします。今回の本題、青森県の魚ヒラメについて紹介したいと思います。ヒラメとカレイの違いって分かりますか？はい、向いてる方向。あ、そうですね、正解です。色も違いますね。ヒラメはですね、お答えいただいた通り左向いてて、あと歯が鋭いんですよ。でカレイはですね、右を向いてて、対してヒラメに対して歯が丸かったり。3日間にわたってそれぞれの県魚、秋田のハタハタ、青森のヒラメについて調査してきました。白神山地が育む水が川から海へ下り、海の恵みをもたらすことを楽しく学ぶことができましたね。海と日本。